まずこの楽器なんですけど、あのサイモン・マーティはあのラディアルブレーシングって言って、このブレーシングがこう放射状になってて、その音がですね、こう高音から低音までこうかなりバランスよくなる楽器なんですね。裏もこういう風にちょっとアーチバックになってるので、こう音響も非常にこう良い、こうふくよかで音量もかなりあるので、あの、まあ、今この弾いた曲なんですけど、音数が非常に多くて、なんかこう和音もすぐ変わる曲なので、その和音の変化にこう飛んだ曲でもこう対応できる楽器なので、これを選んで弾いてみました。